上田文と上田文とは、日本のゲームデザイナー、アートディレクター。兵庫県辰野市出身。以降、ワンダと巨像を手掛けた後、ソニーコンピュータエンタテインメントを退社。2014年、ジェンデザインを立ち上げ、代表取締役を務める。幼少の頃から絵が好きで、得意意識も持っていたという。実家では、犬や猫、リスザルやヒルといった、 様々な動物を飼っており、幼い頃から動物と触れ合う生活を送っていたことが、後のタイトルに生かされたのではないかと語っている。最初に買ったゲーム機は、セガマーク3。ファミコンと比べて、発色数が多いことから、良い絵を体験できるのではないかという考えが、子供ながらにあったという。大学時代はゲームから少し距離があり、バーチャファイターを見て、 衝撃を受けたと語っている。1993年、大阪芸術大学芸術学部美術学科卒業。在学中はバイクいじりやサバイバルゲームをやるなどして、真面目な学生ではなかったと10回している。CG に興味を持ち始めたのは、大学卒業後で美術表現に CG を取り入れることで、面白い表現ができるのではと考えたという。 ウゴゴルーガの放送から CG への興味が強まり、当時流行していたアミーガを購入し、CG を独学で学びながら作品を制作した。1995年、株式会社ワープ入社、エネミーゼロなどの開発に関わる、ゲーム以外のメディアへの影響力がありそうなゲームを手掛けていたので、ワープに惹かれたとのこと。ワープ社長の飯ケンジは、 入社の審査ビデオの内容を今でも覚えている。雰囲気がすごかった。技術ではなく、社内審査的にはうまくなかったが、無理やり頼んで採用した。持っている才能がすごかったから、技術以外でワープで学んだことなんて何もないんじゃないかと思うくらい、最初からずっと才能があった。世界を作る才能の持ち主だと評している。CG ムービーを手掛けた後、 一年半ほどで退社する。1997年2月、ソニーコンピュータエンタテインメント入社。入社前から制作を行っていた、以降にて、ディレクションを担当。当時はチャンスに溢れていた時代だったので、面白い人にゲームを作らせてみようっていう、柔軟な環境があった。今振り返ってみると、そういう時代に働いていたことは、運が良かったなと思いますとのちに振り返っている。 2001年12月6日、イコ発売。初ディレクション作品。ゲームじゃないものを作るという制作コンセプトのほか、何を選択するにしても他ではやらないことをやろう、という差別化をコンセプトにしていた。エアスアチーブメントアワーズゲメディベラパース、チョイスアワーズエクッツアワーズセッサ、ゲームアワーズ2004年5月、宮部みゆきによる、小説、イコキりの城発売。 週刊現代にて連載されていた小説を書籍化。作者の宮部みゆきが、イコの体験版をプレイし、小説家を熱望。ゲームとは異なる設定にて、霧の城での物語が描かれている。2005年10月27日、ワンダと巨像発売。開発初期段階では、ネクストイコの略で、ニコというプロジェクトネームで呼ばれていた。イコと同様、 ディレクションのほか、キャラクターデザインゲームコンセプトのすべてを担当している。ゲームデベロッパーズチョイスアワーズ日本ゲーム、対象インタラクティブアチーブメントアワーズオールタイム100、ビデオゲームズ2009年9月、リアルタイム変形コリジョンと優れた、描画表現技術が評され、ワンダと虚像プログラミングチームが、シダックアワーズプログラミング、開発環境部門賞受賞。 2010年9月、セッサデベロッパーズコンファレンス基調講演にて、アニメーター大塚康夫と対談。アニメーションとゲームグラフィックスにおける、キャラクターの動きをテーマに話が展開された。そう退社していたことが2011年12月12日に報道され、2013年2月13日になって、本人も公式ウェブサイトに敬意を掲載しこれを認めた。 2007年より開発中の一食いの大足トリコについてはフリーランス契約で関わり特定の枠にこだわらない新たな創作の可能性に向け邁進、一個人としての創作活動にも積極的に取り組んでいきたいとしている2014年にジェンデザインを立ち上げ代表取締役に就任2016年12月6日一食いの大足トリコ発売 DI CE Awards ミオドラゴ d オロブリティッシュアカデミーゲームズアワード日本ゲーム大賞文化庁メディア芸術祭2017年5月ノルディックゲームコンファレンスにて講演来場者にデザインやナラティブについて語られた2018年12月スペインで開催されたファンシリアスゲームフェスティバルにてアバンギャルド賞を受賞2019年4月 クロアチアで行われたリブートディベロップ2019の基調講演にてフロムソフトウェアの宮崎栄光と出演。キャラクターアニメーションやゲームの世界観、ゲームデザインなどについて語られた。2020年現在はエピックゲームズをパブリッシャーとした新規タイトルを開発中。制作において映画や音楽、小説では 表現できないもの、ビデオゲームでしか表現できないものは何だろう、ということを強く意識しているとインタビューで語っている。イメージボードを描き、これが最終的にゲームとして動いたら、こんな絵になる、こんなビジュアルになるというものを作るのが最初のアプローチだと語っている。基本的にはモーションが優れたゲームが好きだと発言している。思い出のゲームとしては、アウターワールド、 プリンス・オブ・ペルシャ、フラッシュバックの3タイトルを挙げている。リアルな闘神のキャラクターが出てきてリアルな動きをするゲームは、それによってモニターの向こうに表現されている世界をより強く感じさせるからだという。映画や音楽といった一方通行のメディアは料理で、言えばコースのようなもの。いかに美味しい料理を提供するか。ビデオゲームでは、 料理人はプレイヤーでもあるのでゲームデザイナーはお膳立てしかできない。運動の後の一杯の水や屋外のバーベキューでの食事が美味しいと感じるようにビデオゲームはそういったシチュエーション的なものをお膳立てするアプローチの方が合っていると語っている。ゲーム業界、音楽業界、漫画業界に信仰のある人物が複数いる。水口哲也とは2002年から信仰があり。 これまでに幾度も対談を行っている。高橋啓太とは、信仰が深く、電撃プレイステーションで連載していたコラムにて、一食いの大和しとりが取り上げられている。2005年に発売された、エンターブレインの書籍、ゲームの話をしよう第3週にて、桜井雅宏、飯田和俊との定談が収録されている。2005年12月、ダヴィンチにて、 宮部みゆきとの対談記事が掲載。ワンダと巨像について語られている。2006年8月、小島秀夫のインターネットラジオ番組、秀ラジに出演。2007年、須田豪一が代表を務めるグラスホッパーマニファクチュアが主催したイベントに出演。ゲームクリエイターの飯田和俊、米光一世、浅野和也、水口哲也とゲーム作りについてのトークを繰り広げている。 2010年に新設されたゲーム対象ゲームデザイナーズ対象に審査員として参加。2018年まで9年連続で審査員を務めている。2011年9月、以降ワンダと巨像グレート新シェアリングキャンペーンプレミアムイベントにゲームクリエイター富山圭一郎と共に出演。このイベントは HD リマスターされた以降ワンダと巨像の プレイステーション3版の発売を記念したもので、ファンが選んだ、両作の思い出のシーンなどについて語られた。2013年2月、フランスのデジタルカルチャーと、先端映像表現を紹介する、デジタルショック2013の、トークイベント、ビデオゲーム、今世紀の芸術と言えるのだろうか。にて、アウターワールドを手掛けたエリック・シャイ、ゲームクリエイター水口哲也。 イラストレーター寺田克也と共に出演。ゲームとアート、作家性などについて語られた。アーンとジェンセンが、イコのファンという縁から交流が続いており、2017年には、説明のないゲームを生み出すことについての対談も行っている。桜井雅宏、神谷秀樹とは同学年。週刊ファミツル2018年1月25日号にて、提談を行っている。 ジャーニーを手掛けたゼノバチェントは2019年にメディアにて対談を実施。僕が僕のヒーローに会える場を作っていただけたことを感謝しますとリスペクトされている。横太郎はメディアでのインタビューにて影響を受けたゲーム、印象に残っているゲームとして以降の名前を毎回挙げている。雑誌スイッチ2016年に1月号にて ミュージシャン、星野源との対談記事が掲載。2017年、週刊少年マガジン51号にて、不滅のあなたへ、声の形の作者、大今良二との対談記事が掲載。ラジオ、松本人志の放送室、第216回にて、松本人志が、ワンダと巨像にハマっていることを語っている。松本人志は、TBS、 リンカーンの2011年8月放送会の中でもワンダと巨像が生涯でプレイしたゲームの中でもベスト3に入ると絶賛している。ヨネズケン氏は以降ワンダと巨像について10代の頃のバイブルと語り自身の創作に大きな影響を受けたとインタビューで述べている。神田さやかは一食いの大足トリコ発売日に気になるとツイート。その後、 ワンダと巨像を含めてプレイしていることをインタビューで語っている。ラッドウィンクスの野田洋次郎は小学生ぶりにゲームに熱中した。もう、ものすごかった。圧巻と、人食いの大鷲トリコのキービジュアルとともにツイッターとインスタグラムに投稿。ハッシュタグにトリコが何度も夢に出てきたトリコと呼ぶ声がたまに洋次郎を追って聞こえる病気、ラストは涙とつけるなど、 ハマっている様子が見て取れた。女優の本田翼は2021年5月に放送された日本テレビ系列番組すっきりにて素晴らしきゲームとして人食いの大足リ子を紹介。10年先も語り継がれるような伝説のゲーム。主人公の少年と大足リ子との心の交流。絆がペットを飼っている人なら号泣してしまう作品と語り、3日間徹夜でクリアし、 最後は、涙が止まらなかったと力説していた。本田翼は2018年のインタビューでも、ハマったゲームとして、一食いの大足取り子を挙げている。ヴィンテージバイクが好きで、自身で修理することもあるという。また、日常の足として、ベスパを愛用していることを、一食いの大足取り子初回限定版小冊子にて、語っている。にも造形が深く。 グランドセフトオートは一作目からプレイしており、グランドセフトオート3は個人輸入したほどだという。ありがとうございます。